じゃあね、GoPro のアクセサリーって結構あるんやけど、あの競泳コーチとしてこう動画を使う時もその GoPro 撮るの俺すごいと思う。なんでかっていうと広く見えるし、やっぱもう水中に強いっていうのがもう一番、うん、携帯をね、まあまあスイマーもコーチもやけど、やっぱり水の中入れたくないよね、怖いやん、うん、やっぱね GoPro いいよ。で俺こう長く使ってるんやけど GoPro、おすすめできる競泳コーチにおすすめできる GoPro アクセサリー、これをちょっとね俺紹介しようかなと思う。はい、勝手にもう1位も2位も3位もないんやけど、まあ、まず1つ目はね、まあ、インパクトもあるんやけど、このドームポート、これねマジいいよっていうのも、じゃあまずこれのいいとこは、これ多分ね俺、まあ、俊平対大の時の、佐野選手にこれもう工事僕使わないんであげますってもらったで、これ俺めっちゃ使った。でどうやって使うかっていうと、この GoPro をこのここに入れるわけ、これね。でうん、こんな感じでそのつける。でこの時に実はこれってさ、後からいじれんけんね、電源を入れた状態でつける、そして今度このまたマウントにこうつける。そしたらこのボタンを押すとさ、そのオンにな、撮影になるわけでね。これでじゃあどういうものが撮れるかって言ったら、言ったらさ、ダイブしてその水中まで見れるわけ、まあ2層になって撮れるわけよね。で俺この機能ってもう相当必要だと思う。っていうのも、もうね、もうほんと水泳のコーチはね、結局見た目しか見てないよね。だけどやっぱりこう水中でどうなってるとか、そのそういうとこにね、俺あの嘘ついてる人結構多いと思うわ、うん、もう まさに水の中が大事で、これもバッチ締める。で大体ねコースロープを数本外す、そして遠目、 GoPro って本当その遠目からでも見えるけどね、2、3個離れたところからこれをこう水中と水面にこうなるようにやっといて、飛ばす。そしたら本当あの上からでね、上からもちろんパワフルなのも分かるけど、やっぱ水中でね、多分まあジュニアの子とかプロでもいると思う、これ結構こう潜りすぎてる子っていうのがもうすごい多くて、それってね絶対上から見てても気づかん、うん、だけどねこういうのね撮って見せてやったら、あのものすごい、いいで、多分ねこれ今安く売ってんじゃないかなと思う。8に対応してるかは知らんけど、これマジいいよ、うん、まああとこうストロークをこう前から撮るっていうのにも結構効果的と思う。例えばさ、こうフリーなんかもこう、これもほんとね波さえ立てれんか
まあ、立つんやけど、本当ね、こう二層で見えるっていうのはすごい武器になると思う。こう入水して聞くこう水の中でどうなってるかっていうのもバッチシ見える、うん。ドームポートはね、結構使った、うん。やっぱ特にダイブの時にやっぱり有効かなと思うね。はい、次。グリップ、うん、このね、やっぱグリップいいよ。グリップで、これもしかしたらそのまあいろんな違うもんで代用できるんやろうけど、やっぱりね、俺これが一番いいと思う。っていうのもとにかくね、こう硬いんよね。そしてこの挟むとこもめちゃめちゃ強い。でもちろんこう静止画というか、その止めといてこう何かをこう取るっていうのも使えるし、で俺はこれ何よりその水中で静止が取れる。例えばコースロープとかにもうこれつけとくんだって、下向きで、うん、そしたらもうずっとこう綺麗なのが取れるし、そのまあさっきの話だけどダイブなんかもやっぱこう水中で固定しとくとあのやっぱいいよね。で結局ドームポートとこの固定はもう無理やけどさ、ドームポートだらもうこう常にこうやって持っとかなきゃいけないんだけど、やっぱこうやって固定するやつがいい。でね、その棒こういうさ、まあ1メーター半くらいの棒があれば、その俺が一番もう必要かな、最もこういけるいいなと思うのは、じゃあこれをこう水に入れてこう棒をつけて、泳いでる選手と横に並べて、そのなんていうか同じところが進んで見えるように撮るっていうのが多分最も水泳選手にとって分かりやすい水中動画になると思うし、それをまあもっとって比べることもできるし、それはできる、うん。で例えばね、こう本当やったらね、結構この棒にこういう何ちゅうここがつけれて、そのままいけるだと結局ね、この角度がね調整できんのよ。で結構同じ向きでやらなきゃいけんし、でもこれやともうほんとね動かんけね、もうほんとにガッとやっても全く動かん。だけどね、俺このグリップでを使った動画めっちゃある、うん、しすごい好評だと思うよ。あでも何でも見る。あとねこれがあれば、例えばこうほんと1メーター2メーターぐらいの棒にこうつけて上からこう泳いでるやつのこう上からこう撮影して背中がどうなってるとか、あとバックのこう肩がどうなってるとか、こうバランスとかタイミングとか そういうのを見える、うん。だけどね、このグリップで選手と並んで泳ぐ、しかも水中グリップを使って、上からこう下を撮影する、グリップを使って角度調節できるけん、じゃあ選手がこう飛び込んでこう泳いでるのを前から撮影する、コーチが横に持ってこう前から撮影する、そんなんもできるけどね、やっぱこれでこう本当にこう変えれるっていうのは俺結構いいと思うよ。水泳、まあ、競泳コーチおすすめ、うん。これいくらやったかな、なんかね本当はね棒を買おうと思ったんやけど、
まあまあこれのはいいよ。はい。でね、3つ目、なこれはもう三種の神器じゃないけど、ストップウォッチをね握るより、もうこういう本当マシン、を握って見せてあげて、フィードバックした方がいい。もうてかそれしてよ、それが一番だって ゆっくりさ構築できるし、お互い話せるし、もうほんとね、俺もストップウォッチを持ってああだこうだ言うよりも、やっぱ今テクノロジーを使って、やる方がプロフェッショナルなコーチングやし、まあ分かりやすいよね。もうね、やっぱ水中の動画を、見せてやるっていうのが多分最も効くコーチングやと思うし、それを結局他の人と比べれるけどね、自分本当に泳いでてさ、泳いでて見れるのってコーチだけだけどね。でそれをストップウォッチでさ、あだこだ言うっていうのはちょっとねナンセンスかなと、最近本当思う。タイムどうでもいい、泳ぎ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 、ダイブのところ、ドルフィンのテンポ、一番スピードが出るところ、ターンのところ、そういうのをこう GoPro のアクセサリーでより俺は見せてやるといいと思う。はい、1位。これ。まあ、何がさ、これ1000円くらい。で、なんか俺は多分最近壊れたけどね、こうまたこう凝ったんやけど、GoPro ってね、Apple とものすごい相性がいい。っていうのも、なんでか知らんけど、アップルと相性がいい。でね、純正のこのケースやと、その、つなぐところ、コードをつなぐところがね、塞がってるんよ。でも、これやと、どれかな、 GoPro のコード、あ、ちょうどあるわ。これやとこの横のところが開いてるわけよ。で、すぐ塞がってるだけね、こうすぐ開けれて、もう取った後そのままこれつけて、もうすぐパソコン載せる。でね、これが簡単にできるけどさ、結構俺 GoPro って俺いいと思う。で、アプリでも、その、携帯に落としたり、アプリを開けばパソコンにこう吸い込んでくれるんだけど、これ遅いんよね。遅い。めっちゃ時間かかるし、その、結局 Wi-Fi がある環境じゃないと、遅い。だけどね、もうこの横が空いてるカバーってのはもう俺にとっても必須、もうすぐできるし、やっぱりこう撮ったのはもう本当30分以内、もうその日のうちに選手にフィードバック見せてやる、やっぱね、じゃあせ世界一見せる、自分の泳ぎを知ってもらう、スイマーに自分のことを知ってもらうと思うと、いいカメラ、で多分選手ってこう自分の携帯で結局自分の泳ぎを見るのはもう多分 100% だろ、はっきり言ってこれをじゃあコーチにもらったとか選手として撮ったのを画面に映して見るっていうのはね、結構もう時間もないできんし、結局携帯でしか自分の泳ぎは見らん、だけどね、やっぱいいもので撮ってあげて、さっと、フィードバックする。はい、もう俺ね、もうほんと100回言うけど、ジュニア教えてる、高校生教えてます。大学生教えてます。プロ教えてます。
ビデオで、フィードバックしたりコーチングすることは、必ず入れてほしいと思う。もうストップウォッチだけ持ってタイムがもう6秒なんだらこうたらこうたらテンポテンポテンポとかさ、そんなね数値なんかもすぐ、バラバラになるし、早出りゃタイムなんか早上がるし、もうストローク調とかさテンポなんか もうコントロールできるし、それやったら俺はコーチはストップウォッチよりもフィードバックしてあげれるテクノロジーの方をうまく使って、コーチングしてほしいなと本当思うよ、うん、もうストップウォッチに来たらさストップウォッチしか見らんないけん、まあ GoPro、まあ、動画撮影したらもうそればっかになるけど、まあ、それはもう本当なんぼでもフィードバックできるし、じゃあこう撮ったのをで後からタイム取って、このテンポはこうやったね、このタイムはこうやったね、これは実は早出るけん本当のタイムはこうだよとかね 言ってあげれるし、今ね本当すぐ俺はフィードバックできたり、そっちの方が簡単やしね。あと選手もやっぱり残るもの、多分じゃあ自分のさダイブの映像が2層でなってて、あの上からはいいけどこう水の中はもう良かったとかさ、いやあのダメだったとかいうのはさ自分の携帯で見たいし SNS とかにも上げたがると思うし、とにかく、うん、携帯と連動させてやる。タイムとか撮ってさ、それをこうてかまあビデオ使い切れんとかダメよダメよダメよ、うん、だって自分のこと知りたいんやけど選手は、特に競泳って不思議なスポーツ、なんかね陸上とかもう最近ねボクシングとか格闘技もそうなんかな、もうコーチングにほとんどやっぱビデオを使ってるのって、でやっぱスローで、あのアイススケートなんかもそう、もうほとんどこうビデオでコーチングしてるらしい。 iPad とか使ってね、もうなんかこう練習しますだすぐそれを撮影しておいて、まあ、一回止めてこうフィードバックする、なんか練習しますそれを撮りますでスローとかでフィードバックする、うん、俺でもこれがやっぱ究極のコーチングだと思うよ。なんかもう水泳ってちょっと何秒な何秒な何秒な遅い早いこうしてくださいああしてください何秒な何秒な何秒な早よならん、早よならん、うまくもならん、ただ追い込んでる道具やね、うん、逆にそのもうほんとストップウォッチ依存症になるよね、うん、はい、三種の神器、もし、競泳のプロコーチ、より自分のコーチングを光らせようと思ったら、俺はこの3つは、うん、早い合理性、見せてやれる、いろんなこう適応できる対応できると思うと、ドームポート、グリップ、あとこのマウントケース、あの穴が開いてるやつね、おすすめしたいね。はい、以上ストップウォッチばっか握っとってもまあ選手ごめんちょっと早なるけど、一気にダイナミックにドラマティックに早くしたい、時間短くした、その早くする時間を短くしたい、ガラッと変えたい、たっぷりこう話してコミュニケーションしながら関係を要しながらコーチングしたいと思うなら、うん、iPhone とか、まあ、自分のそのビデオとかGoPro を、
使ってる時間をストップウォッチを持ってる時間より長くして、コーチングにしてほしいと俺は思う。選手にとってもそっちの方がいいし、コーチにとってもそっちの方がいいと思う。でもストップウォッチなんかさ、もうマネージャーじゃないけど、その違う人が測ってもいいし、やっぱ俺は コーチはまず自分で見て、それを見たものをフィードバック、タイムでこうやっぱり良し悪しを測るのも、まあ、大事だけど、もう本当はやっぱそれは自分の目で見たものをもっと伝えてあげて、欲しいなと、ね、はい、ありがとうございます。